戸田川子どもランド、戸田川緑地は愛知県名古屋市中川区と港区にまたがる都市公園。平成元年に開園した公園で名前が示すように戸田川中流の両岸 2.5km に渡って広がる。公園は南地区、中央地区、北地区に分かれており、計画面積は59.6ヘクタールとなっているが未完成の部分も多く、現在も工事が進められている。 愛知県道106号鳥が、地名古屋線の石橋から、下流川、愛知県道70号名古屋十四山線の新東海橋までの左岸に位置する。名古屋市農業文化園宿田川子どもランド、デイキャンプ場などが置かれており、公園の中では最も来客数が多い。日の里の別名がある。国道1号の富永橋から、下流川、愛知県道106号の石橋までの右岸に位置する。 水橋とファミリースポーツゾーンと位置づけられ、芝生広場やファミリースポーツ広場などの他インラインスケート場やパターゴルフ場などがある。南地区に比べると来客数は少ない。国道1号、富永橋から上流側の右岸に位置する。健康とスポーツゾーンとされているが、植樹が行われるなど整備が始まったばかりであり、一部が 立ち入り可能になっているものの案内図などにも記載されていない。現在は臨時駐車場として利用されているが、周辺に残る水田を取り込み、水郷風景の中で自然観察と実体験ができる森として工事が進められている。スポーツレクリエーション施設が点在する森を育てることを目指しており、近鉄名古屋線、戸田駅付近から下流域の砂岩が、 事業着手予定となっている。南地区中央地区通常は駐車料金無料だがイベント開催時には有料となる。南地区中央地区、ありがとうございます。